はい。ガレ。皆さん、こんにちは。ミニキャリ第523回を始めたいと思います。本日のインタビューは担当する竹です。このユニークキャリアラウンジでは毎回ユニークな価値観を持つ29歳以下のゲストを招き、今まで歩んできた人生についてお話を聞く場です。で、ご覧になっている皆様から様々な人生経験から何か気づきや学びを提供できたら嬉しいです。それでは早速本題に入りたいと思います。本日はファンドマネージャー、ション・チャンさんにお越しいただきました。ションさん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、では、まず簡単な自己紹介をしていただけますでしょうか。はい、ション・チャーです。僕はアメリカ生まれ、神戸育ちの中国人です。幼少期からずっと神戸のインターナショナルスクールに通ってまして、で、高校を神戸のインターを卒業した後に、まあ、ちょっと早く卒業して、上海に国費でちょっと留学させていただいて、でその後、UC バークレーに行きました。でそこで数学を目に勉強した後に2015年に卒業して、で東京に戻ってきて、でまあ、厳密に言うと一番最初はドリームインキュベーターっていう、まあ、上場会社コンサルティングの会社に一瞬、入ったんですけども、3日で辞めてインフィニティベンチャーズっていうですね、今ヘッドラインアジアって名前変わっちゃったんですけど、まあ、ファンド VC ですね、に、入りまして、でそこから、1年ちょっと2年未満で、仕事した後に、まあ、独立して自分でファン立ち上げるっつって、で、まあ、幸いにもパートナーの、ファンのパートナーの方たちも応援してくれて、で独立して、まあ、以来自分のファンド立ち上げて投資をやってきてまいりました。わあ、ありがとうございます。もういろいろと興味深いところがあるんですけど、まずなぜ3日間で最初の会社を辞めたのか。あ、そうですよね。まあ、そもそもちょっと戻ると僕、大学でそもそも数学を勉強した理由なんですけど、まあ、ぶっちゃけ何をしたいか分からなくて、やっぱり分かんないってことだったんで、じゃあ、まあ、一番基礎的なこと、で、まあ、何にでもなるようなことで勉強してもらおうと思って数学を勉強しましたと。でそこで、まあ、確率、数学結構高校中高から得意だったんですけど、まあ、確率論、数学の中でも確率だけは結構苦手で、まあ、大学 UC バークレーでとある確率論の授業を受けたんですけど、これがまあ結構有名なバークレーで有名なクラス で普通に取って、中間テストで、まあ、もう20点とかあったんですよ。これもう人生の初のなんか頑張ってもちょっと成績が良くならないみたいな、今まで結構頑張ったらなんとかなるみたいなことあったんですけど、これ確率の時ちょっと分かんなくて、で、たまたまそこの教授がめっちゃ良くて、なんか、期末ファイナルテストでもし成績が良ければもうそれが最終スコア、まあ、学、うん、そのこれは重要の、まあ、スコアになるみたいな、まあ、起死回生のチャンスをみんなに与えてくれて、そんで必死で勉強して、である日なんかパッとわみたいな、分かったみたいな、ひらめいて、で、最終的になんか確率論で、まあ、クラストップになって、でこれなんか結構難関と言われてて、1年生、大学1年生か4年生全員受けてる授業で、で僕1年生の時に受けて、で、結果良くて、で、その後、その先生、教授に呼び出されて、なんか、よくこの進化したな、みたいな。で、俺のもとで大学教えないかみたいなことになって、でその人のもとで、まあ、1年生ながら、大学で4年生まで相手に、まあ、確率を教えてたんですね、逆に。でそこで、まあ、この話をしている理由なんですけど、まあ、そこから確率論っていうのに結構ハマって、ああ面白いな、統計面白いなって言って、でリスク管理、数学的にリスク管理するのが面白いなって話で、教授の勧めでアクチュアリーってご存知ですかね、保険数理士、保険計算士か、はい、で、まあ、そこの仕事をやってみようということで、まあ、大学中にちょっと受けてみて、で、そしたら、まあ、テスト、何ていうんですか、その資格の試験とか受けてみて、あ、いいなってなって、まあ、インターンも受けようって言って、まあ、アクチュアリーの仕事をもうちょっと体験したいなと。
で、あのタワーズ・ワトソンとか、まあ、そういったあの、まあ、デカめの事務所とかの人にも会ってインターンを探してたら、まあ、あんまり自分の賞に合っていないなと、うん、ので、まあ、でもそれでもやっぱ金その数学的リスクを、マネージする仕事楽しそうだなっていうので金融に入って、うん、まあ、一番近かったのがアクチュアリー以外だと、まあ、例えばその銀行でいうトレーディング、とかはまあ極めて近い。でその中でもまあデリバティブとかは近かったんで、まあ、金融の道に走って、でメガバンとかあのに、うん、あのインターンで、まあ、それこそ JP モルガンとかあのモルスターとか、まあ、そういったところ、受けたりして、まあ、インターンもやって、で結果あんまりあのこれだと僕自分自身のビジネスについてリアルに何が起こってもあんまり分かんなかったんですよ。あのマクロのものしかあんまり僕の部署は扱ってなくて、でもうちょっとビジネス寄りのものを勉強したいなというかもあって、で同時にその影響とあのちょうど僕 の, あの大学バークレーってシリコンバレーの、まあ、中心って言っちゃあれなんですけど、あの、まあ、ど真ん中にある巨大な学校で、多分、Google とかですね、まあ、そういった GAFA とかでかいところに対しての一番、まあ、エンジニアとかトップ層のところに人を輩出しているのも、まあ、実はバークレー、で、まあ、やっぱスタートアップっていうその、まあ、ど真ん中にいたので、その動きがなんかもで、その中にいたのも影響あって、じゃあもうちょっとその VC 寄りな仕事、まあ、投資かけるビジネスをやる、なんでコンサルと投資の間にあるところに行きたいなっていうので、まあ、VC っていうのが浮上してきて、でたまたまあのドリームインキュベーターがあの日本の会社で、日本とアメリカで投資をやっていると。でなんならその事業をあの一回過去にドットコムバブルの後にリーマンショックの間で、まあ、一回かなりやはあの投資をしていたんですけど、一回事業崩壊して会社の危機にあって、でその後、もう一回投資を復活させて、でそのタイミングで僕が、まあ、入社するということで、このチャンスをいただいたんで入ったんですけど、僕が入社して、1日目ですね、のドリームインキュベーターに入社した日、僕はその、まあ、幸いにも投資をさせてもらえるということで入ったんですけど、入ったら、まあ、あの会社って、コンサルであの稼いで、まあ労働主役型っていうのも変なんですけど、まあ、発生コツコツ稼いだお金を、まあ、投資部隊の人たちがバランスシートで、投資をしていくみたいな、まあ、座組で、でコンサルタントが多分100人、当時100人ぐらいいて、で、まあ、投資部隊のチームは多分5人とか、社長とかで5人みたいで、あの海外新卒で僕が初めての採用だったっていうのもあり、あの社内でこいつちょっとなんかいきなり投資させて大丈夫かなみたいな、社内で結構揉めてたらしく。で、それ、まあ僕としては、もちろんその、まあ、会社の方針もあって、あのまあ、言うことを聞くというのも大事なんですけど、まあ、僕が、社長とかと話していた、まあ、合意してた内容とは、まあ、若干ズレがあったので、うん、そのタイミングで、オリエンテーション中にですね、2日目ぐらいに、あの3日目ぐらいに、あのテックインアジアっていうイベント、テック系のイベントに送り出されて、うん、どうせ行くなら、あのまあ、名刺交換100枚ぐらいやってこいっていうこと で、社内で別に投資云々やるについて、ちょうど僕について議論されてたので、まあ、会社、社内でもやることがなかった。なので、外で自分でまあ名刺交換しながらイベントに出てて、でそこでかなりいろんな人に会って、で名刺交換を しまくった後、まあ、当時、ヒカリエで、あのイベントがあったんですけど、イベントが終わってもいや100枚ってなかなか交換しきれなくて、で、イベントの外ですよね、あの光の外で、まあ、イベントが終わった後にもうビラ配りみたいな感じで名刺を配ってたら、たまたま最後に配った相手が、あの、まあ、インフィニティベンチャーズ、そのファンドのパートナーの田中さんで、あの、まあ、結構当時僕は全く知らなかったんですけど、あの後に知ると、まあかなりあの、まあ、僕の中でも、尊敬している、まあ、すごいあの投資家ということ でそういうご縁もあって、まあ、そこから彼のパートナーの小野さんっていうあの、ジモティとかを立ち上げた人ですね、うん、今あの17動画配信ライブ動画配信の17の、まあ、グローバル社長になった小野さんのと出会って、まあ、そこで縁を感じてあの、まあ、インフィニティに入ったということがあります。うん、すごい、まあ、ここで そこ3日間で出会って、そこであこ
これだって分かった何かがあったんですか？そうですね、まあ3日目にたまたま出会ったっていうだけ で出会って当時考えたのが2つで、1つはテックイン、まずそもそもちょっとすいません、戻ると僕バークレー出身だったんで、やっぱ企業とか VC とか、まあ、そっちのエクスポージャーが極めてでかかったんですよね、そもそも、うん、で、当時アメリカだと例えばバークレー、まあ、大学生が卒業して VC にいきなり勤めるでまあまあ少なかったんです当時ですが、うん、今はもうちょっと盛んにはなってるんですけど、それでもまあ結構少なくて、どちらかというと多いパターンとして勉強、まあ、大学卒業した後に、まあ、投資銀行とかコンサル行って、まあ、その後 PE とか VC に転職していくみたいなのが多いんですけど、僕の場合は、まあ、日本っていうのもあって、当時日本って今ほど VC もなく、かつそのなんていうのアソシエイトみたいなが認知もあんまされてなかったんです、ポジションの仕事として、うん、で、その時にテックインアジアで行った後に結構いろんな、まあ、人たちにスタートアップないしは、うん、VC ファンドにもあって、でなんか多分メンタリティがそもそもこれ日本海外でも少ない、なんなら日本にはほぼない状態、ないに近いような業界に飛び込むのはありだなって思ったんですよね、うん、まあ、そういう意味だと結構、悩みました、ね、っていうのも、うん、キャリアパスって言われるもの、まあ、いわゆるその先輩方のレールを沿っていくみたいなものがあんまりやっぱりケースがそんななかったので、参考指標となる人物像とかキャリアパスがあんまりなかったんですよ、うん、だからまあ恐れ恐れっていうのもあったんですけど、まあ、せっかくだったんで、まあ、面白そうなこと、うん、で、あとは、まあ、せっかくたまたまイベントの外で出会った人がいきなりなんか自己紹介した後にあんま変なやつなみたいな、なんか何やってるか知らんけどうち来ないよみたいなこと言ってくれたんで、結構なんかまあいいかみたいな軽いテンションで行きましたね、うん、その逆にその当時 そのドリームインキュベーターではそこでも実は投資とか VC 的なことはやれるかもしれなかったですね。そうですね、ちょうど僕が入社したタイミングでいうと2015年入社だったんですけど、確か2014か2013になんか会社の方針としてもう一回投資を始めよう、うん、そもそも私彼らが掲げたスローガン、これちょっとずれずれ申し訳ないんですけど、なんかソニーやトヨタみたいな会社を100社作ろうみたいな、うん、そういう会社なんですよ。はい、まあ、名前がドリームインキュベーターっていうこの夢をなんか実現するみたいなところなんですけど、その文脈の中で、投資を1回失敗してでもまた再復活したタイミングに僕が現れてて、で今後力を入れるところに僕も当ててくれるという話なんですよね。でも多分僕は社長直結というかちょっと正規のルートじゃない、もちろんその普通に間違って応募しちゃったっていうのもあるんですけど、その他の新卒採用、会社が用意した新卒採用のルートではないルートをたどってしまって、多分社内的に多分僕を受け入れる体制が整ってなかったんです、うんうん、はい、でその中でなんか投資をさせてくれるっていう合意は僕と直接社長とかは話してたんですけど、うん、まあ、入ってみたら、まあ、ちょっと待ってよみたいなと言われたんで、うん、まあ、もちろん待ってもよかったんでしょうけど、まあ特に仕事も始まってなかったんで、うん、実際に僕プロジェクトも何もしてない、肩書きだけ、まあ、入社みたいなだったんで、始める前にもう辞めちゃおうと、うん、もはや始めなかったことにしようみたいなぐらいのテンションでいました、はいはい、そして次の会社ではきちんとそのファンド投資系のお仕事はできるようになったんですか？あ、そうですね、うん、それが多分僕が一番魅力に思ったことで、あとインフィニティに入ろうと思ったきっかけです、うん、当時、まあ、ありがたく何社か、お誘いもらって、で、まあ、インフィニティにした理由はやっぱりそこのトップの2人に惹かれた、人間として憧れて惹かれたってでかいんですけど、はい、まあ、同時に、ファンド今大きくなっちゃったんですけど、僕がいた時はちょうど、AUM 運用資産運用総額が200億ぐらい、うん、で日本、
と中国と台湾の中学で、うん、その200億を運用していて、でフロントで投資をしている部隊が多分4、4人ぐらいしかいなかったんですよね、うん、はい、で中国に、2人、いろんなとこ行き来している田中さんが1人と小野さんっていう日本を担当しているのが1人みたいな、でバックオフィスも何人かいたんですけど、まあ、つまりは、4、5人でフロントで投資を200億を回していると。でなんなら日本はまあほぼ1人でやっている状態で、そこに対して僕が加わるっていうのは、まあ、人で圧倒的人手不足っていうのもあって多分入ったらまあ何でも経験させてもらえるだろうなと、うん、いうので入ったら、まあ、実際には本当にもう、ファンドの、フロント、まあ、要は投資案件のソーシング、交渉トーシングところから、投資先のバリューアップ、あとはファンとしてのバックオフィス業務とファンドレイズとか、まあ、本当にファンドのお仕事全部、うん、なぜならあの人が圧倒的にいなかったのであの、はい、パートナーを除くと日本僕一人だったんで、あのもうなん やり放題っていうのも変なんですけど、いろんなことを任せてくれましたね、はい、その時あの全部いろいろやらされて結構大変だったんですかね。あ、そうですね、僕はあんまりそのなんだろう、大変っていう感覚がなくて、うん、今でも覚えてるんですけど、うん、あの田中園さんってあんまり、まあ、僕少なくとも僕に対してですけど、あんまり教えるっていう感じのメンターじゃなかったんですよ、うん、どちらかっていうとそのもうあこれやっといてねみたいな、なんなら一番最初に覚えてるのが〇〇の会社の資本政策あの作っといてみたいな、いきなり言われて、そもそもこの資本政策って何みたいなで聞きたいんですけど、それ聞いたら逆に、まあ、みんなスラックとかでなんか話してたんですけど、うん、メッセージあので聞いたら、あ、Did you ask your best friend? みたいな。え、何のことみたいな。だえなだ誰に誰にみたいな。そしたら、Oh, Google, Mr. Google みたいな。あで、もうちょっと嫌味なんですけど、結果、すべてにおいて、お前全部 Google で調べろや、みたいな。自分で調べてこい、みたいな感じだったんで。まあ、ありがたくそれで何でも自分で学べるできるみたいな、うん、できるようになるみたいなことを、うん、あの叩き込まれました、はいはい、そうか、それでもう独立、まあ、自立した人としてあの動いてもらいたかったんでしょうね。そうでしょうね今は多分間違いない、まあ、僕はそれすごく今ありがたいなと思い返してるんですけど、本当に何まあ、当たり前な話なんですけど、何かをできるってやったことないことを誰かができるってほぼありえないと思うんですよ、うん、できる可能性が高いとかできそうとかあってもできるって言えるためにはやっぱりやってみないとわからない、うん、逆に言うとほとんどやったことないことだから新しく例えば自分が成長するとかやったことないことをやるときって絶対にやったことないことをやるんで、うん、あのそういう意味だとあんまりなんか新しいことにチャレンジすることに対してのあの抵抗がまあ一切なくなりました、ね、うん、はい、もしやってみてうまくいかなかったらその時はまあどうにかなるでしょうっていうまあ、幸いにも結果的にはあの今までもちろんいろんな小さい失敗積み重なっているんですけど、失敗というかまあできなかったこと、うん、でもまあ何かしらその全体像を見るとやっぱ前進している、はい、まあ、ずっとコツコツやってればなんとかなるみたいな、うん、はい、なるほど。結構その VC であの新卒を取るのはすごいレアなケースっていう印象なんだけど、そこは例えばショーンさんを取った何かの理由があったんですか？まあ、確かに人手不足はあるんですけど、普通はあのもうちょっとその経験のある即戦力を取るじゃないですか。はい、その時何か期待されたなんか役割とかあったんですか？そうですね、あのおっしゃる通り今ですら多分新卒的なあの採用って VC だと、まあ、そもそも VC の数が他の業態に比べると少ないっていうのもあって、今でもまだまだ他の業態に比べると少ないんですけど、もう2015年と比べるともうだいぶ普及しているという状況の中で、僕の場合は本当にたまたまだったんで、うん、あのまあ、名刺持って田中さんに初めましてみたいな、ドリームキューのショーンですみたいなこと言ったら自己紹介して、そしたら
か、もう変なやつだからおいでよみたいな感じだったんですよ。だから何なんですかね。え、でもまあ一応後に聞いた話でいくと、その田中さん自身が、起業家、で、まあ、結構自分で全てを、やってきて、でその後で、まあ、多分途中で、強い上司みたいな、まあ、メンター的な人にも、教わってみたいな。だから多分それを僕に重ねてくれたんだと、はい、なんでまあ自分でやったらどうにかなるっていう前提があるんで、僕に対しても同じような期待で、はい、まあ、こいつだったら多分自分でなんとかできるだろうみたいな、うん、はい、だからまあ一応メンターというか、うん、オーバーサイトだけしてくれるっていう感じで、はい、すごく翔さんのポテンシャルを感じたと思いますそこでノリだったんじゃないですかね、分かんないですけど、うん、はい、でもそこでは多分皆さんそのフロントで投資している人たちがそれぞれ自分で会社を探してで投資してマネージして、ショーンさんも同じくそういうことをやってたと思うんですけど、一人ぐらいなんか何社ぐらい投資とか管理するんですか。はい、これ多分ファンドごとにも違うし、方針も全く多分会社ごとに違うんで何とも言えないんですけど、僕の場合はあくまでもアソシエート、うん、だったんで、自分でそのインフィニティの間は自分で意思決定をすることができなかったんですよ。はい、まあ、できなかったっていうか、その多分僕が自分が甘かったっていうのがでかくて、それを取ろうともしなかったし、うん、やっぱりあくまでもパートナーが意思決定をすると、まあ、ほとんどまあそういう構造なんですけど、だから僕はあくまでもじゃあ例えば案件を探してくるとか、企業家を探してくる、会社を探してくる、でそれに対してのまあいろんな交渉も入ったりするし、でもあくまでもその意思決定、最終意思決定はパートナーがやると、うん、はい、そういう構造で、まあ、逆にその最終意思決定以外のところはまあ全部やるんですけど、うん、はい、やっぱりその最終意思決定をやるかやらないかでその重みが全然違うなと思いましたね。うん、はい、はい、だって僕がどんだけその言っても考えてこれやるべきだとか言っても、結局お金に対する責任を持ってるのってパートナーだし、うん、この意思決定をやるやらないも最後パートナーになれてるんで、僕からしたら結構甘んじることができた、うんうん、まあね、別に僕がミスった判断しても最終的にはパートナーの方で、まあ、正してくれるから一緒みたいな、うん、そういうメンタルに陥りやすかったんで、まあ、それがまあ実は一番でかい理由として僕が早いタイミングで独立した、うん、まあ、理由ですね。はい、はい、そのまま例えばそこでもしインフィニティいたら、いずれは多分意思決定を任されてくれると思うんですけど、それってどのぐらいかかりそうだったんですか。こればかりは何ともパートナー次第なんで何とも分かんないですね、うん、はい、まあ、少なくとも僕が辞めた後にアソシエートからパートナーになったっていうのは、まあ、インフィニティにはまだ、うん、でて その事例はなかったんで、はい、言ったらまあ6年ぐらい経ってもないという状況ですよね。なるほど、はい、まあ、それがもし僕だったらそれをまあじゃあ2年でやらせてくれたのかもしれないし、分かんないです、うん、はい、翔さんの場合、はい、翔さんの場合って参加方法を活用できるので、なんか いろんなところから会社を引っ張ってきてたんですかね。どちらかというと会社としては、フロントで日本のチーム日本語、はい、で中国チーム中国語、うん、で台湾チームは中国と英語、うん、でも投資先の中ではやっぱその英語だったりレポーティングを英語でやるとか、なんかやっぱり参加国語を使っちゃうんですよ。うーん、でチーム内のコミュニケーションを円滑するためにやっぱ参加国語がないと結構厳しかったですよ。でそれをやったのが実はそのパートナーの田中さんだけで、うん、その社内で、日中で話せるのは一人しかいなかったんですよ。うーん、そういう意味で僕が入ってきてパートナーがその社内のコミュニケーションに時間を割くのを減らして、まあ、フロントでもっと活躍できるようにってこともあって、まあ、僕がバックオフィスなり、ファンド内部の話を全部まとめるようになったっていう、はい、はい、まあ、それはでかかったかもしれないですね。うわ、そうか、それは確かにこうなかなかいないですよね、日中へ全て感応するファンドの業界の人って
ていうのは、まあ、あんまり必要ないですからね、普通日中全部あの必要するになるってあんまないんで。確かに。ちなみにここでちょっと言語の質問なんですけど、なんか普段あの頭の中で思考してる、使ってる言語は何語ですか？全く分かんないです。これ毎回聞かれるたんびにあの悩むんですけど、うん、いや分かんないです。僕、うん、そもそも言語で頭の中で言語でなんか処理してるのかなって、うん。確かに。分かんないです。私もよく聞かれることで、そう逆に聞くと、そう日記はつける？あの日記つかんつかつけない。ノートは？ノートつけるとき何語ですか？ノートつけない。でも数学方式のその内容次第でもまあ、うん、メイン英語と日本語がはい仕事で中国語を使うのはやっぱ少ないんで、うん、比較するとはい、はい、どっちかそっか、うん、面白いな寝言とか何語なんだろうと思って分かんないですいやでも面白いですよね。なんかその言語を変えるたびにちょっと自分の人格とか性格とか行動スイッチと感じますか？何ですか？あの言語を変えるたびに喋る言語、はい、ちょっと自分の性格とか変えます？いやー分かんないな。でもどちらかというとその話してる言語によってやっぱ相手がその文化の近い方が多いじゃないですか。だから例えば僕あのアメリカにいる友達英語の英語を話す友達ってもうちょっとそのユーモアが、うん、あの話しやすい人が多かったりするし、うん、そうなると僕の英語の方がジョークが多いみたいな、うんはい、でもそれは別に僕同じくインター系で英語も日本語も両方話す友達に対しては、うん、日本語でも同じように冗談話す、うんその言語というよりもその先の相手次第かもしれないですね。はい、なるほど。結構人に、あ、じゃあ中国語はどんな感じになる？中国語は、中国語が一番2つと比較したら弱いかな。うん、はい。まあ比較すればですね。うん、仕事で使う頻度がちょっと少ないんで。うんうんうん、はい。なるほど。ではちょっと仕事の方に戻ると、はいまあ、ショーンさんの性格でもあるし結構自分がこれだと思ったら、まあ、一直線で行くタイプかなと思って、はい、そのそのファンインフィニティであの2年ぐらいいてどのタイミングであじゃあ自分 でき独立できるかもと思ったんですかね。独立できるとは分からずですね、うんうんはい、分かんなかったです、はい、それで言うとやってみないとやっぱやったことないんでやってみないと分かんない、うん、それですね、はい、でもあのそのメンタリティだけはあのその小野さんとか田中さんとかあのにも影響を受けてたり、うん、あと、まあ、戻るんですけどバークレーにいてその環境に身を置いてたのもあってやっぱりチャレンジすることが、まあ、当たり前、うんみたいなところはありますよね。でチャレンジしても問題ないみたいな、うん、で具体的な例で言うと僕の大学の1年生の時に出会った先輩、まあ、僕の2校の先輩ですね。だから僕が1年生の時に彼は3年生で僕が、3年生になった時2年間経って入学して2年間経って彼もその当時起業した会社を1社目も売っちゃったんですよ、うんでその時は、10億ぐらいの規模で売却してでその次に僕が、4年生2年3年生になって4年生終わった頃卒業する頃には彼も2社目をめっちゃ大きい規模にしてて、うん、でなんかそれを見た時になんかすげえみたいな改めて僕大学中になんでもっとその企業的なことをしなかったんだろうって思うように後からなったんですけど、まあ、大学中結構そんなに考えてなかったんで、うん、なんかチャレンジすることに対しての抵抗というか、一切なかったんですよね、うんはい、うん
彼がそういうタイプの人だったんですね。そうですね、まあ、てかそれは一つの事例だけなんですけど、やっぱり多い、まあ、今こそ日本でも起業って、うん、あのいろんな人の選択肢の中に入ってきたと思うんですけど、うん、まあ、僕の場合多分バークレーにいたっていうのもあって、その影響をさらに、まあ、うん、あの大きく受けていたのがあって、はい、チャレンジしてみてもまあ別に失敗したら失敗したらいいんじゃねみたいな、うん、もちろんその失敗すること前提でもないですし、人のお金を預かる場合ってやっぱそれを損失出すっていうのはもちろんあの極力避けないといけないっていうのは分かってるんですけど、うん、はい、まあ、でもやってみないと分からないみたいなことがやっぱりあって、うん、はい、そこで一番そうその2年目でちょっと自分でやってみたいと思ったのはあのやはり意思決定をしたかったです、うん、はい、他に何かあのなんだろう、その今後やりたいこととかあったんでしょうか。今後やりたいこと、あ、そもそもインフィニティに入るときにもうパートナーたちには入る前にですね、その僕いつか独立してなんか自分のことやりたいですみたいなの言ってたんですよ、うん、はい、でそれが起業なのか、まあ、あの、まあ、起業というかその事業スタートアップをやるのか、うん、ファンドをやるのか、うん、まあ、それからなんか分かんないですよ、別に人材紹介でも何でもいいと思うので、うん、でも自分で何かやってみたいみたいなことはずっと思ってて、で、まあ、ファンドに関して言うと、若くしてファンドをやることがやっぱり前例がない、うん、まあ、かなり少ないですよね、もちろんに日本にもアメリカにもヨーロッパにもいるんですけど、はい、やっぱり少ないと、で少ないイコール可能性が低いみたいな考え方にはなると思うんですよね、うん、ロジカルでいくと。でも、まあ、僕って常にその例外になればいいって思ってるんで、うん、あんまりその、まあ、逆に言うと一つでも事例があれば、まあ、僕がそれその事例になることできるんじゃねみたいな普通になっちゃうんですよね。で事例が全くないものに関して言うと、まあ、確かにそれはさらなるハードルになると。でも、うん、一つでももうやったことがあれば、まあ、誰かが他の人がやったことがあるとなると、まあまあまあ、それ再現するだけだったら、その人にできたらなんで僕にできないのみたいな。うん、でもそういうメンタリティにはなります。さすが。そこでどんどん、あの、そうだ、その2年目で やっと独立しようと思って、そこで、あの、してみたら、どうでした？その会社の中であのアソシエートにいるのと実際に独立したファンドマネージャーって何か感覚の違いとか感想とかありますか？ああ、いや全然やっぱ責任感の差はでかいですよね、うん、まあこれは僕だけの意識だったかもしれないんですけど、うん、あの他のアソシエートかどうか分かんないんですけど、あのファンドにおいてはやっぱりパートナー、うん、と多分パートナー以外の人間で、まあ、立場上やっぱりサラリーマンとオーナー、まあ、ないしはその投資家のお金を預かっている責任者って誰かっていうのはやっぱり絶大な差があるので、うん、あのどうしても構造上そこはあんまり重みが違うんじゃないかなと思いますね。はい、で僕がアソシエートやってた時ももちろんその LP 投資家の方たちとか投資先の方たちとか、まあ、それと周りの人たちとかも、まあ、僕はここの組織の一員ですみたいな対応の、されましたし、よくしてくれたしリスペクトもしてくれたんですけど、やっぱり自分でファンドを持った後に思ったのは投資家と話をする際の重み責任感と見られ方ってやっぱ違うなと思いましたね。それが別に金額がどれだけ小さくても関係なく、はい、それってショーンさんにとっては結構あの良いチェンジ、良い変化ですか？そうですね、はい、あの、まあ、もちろん、両極端で言うと、一つは僕がアソシエイトで居続けて、なんならもっとでっかいファンド、まあ、それこそビジョンファンドみたいなところで、うん、の1メンバーを担うみたいなことを追求するのもあれば、うん、極端な側でいくと小さくても独立自分のものをやるみたいな、はい、全然多分重みというかそのだって規模で言うとサラリーマンでやろうがやっぱりでかいところに
た方が案件でもでかくなるんですけど、金額もでかくなるんですけど、重みが違うなっていう意味で、僕はこの自分でやることに対してはすごくいい経験だったなとか、いい選択をしたなと思ってますね。はい、ションさんはファンドの世界なんですけど、でもこの問題は結構、この課題はいろんな人が感じているところなんじゃないかな。特になんか25歳前後になると、その大きい会社の一員になるか、独立して小さくても自分でやるかっていう、はい、あ、そうですね、間違いなく。でもこれ僕は本当になんか正しい、正解はあんまりないなと思っていて、もう人それぞれが、まあ、どういう、リスク、どういう何を持って自分の価値観の、まあ、優先順位にしているか次第なんですけど、はい、例えば僕の場合だ と、責任とか、自己成長、はい、とか独立志向みたいなと、まあ、あとは、まあ、金銭にはアップサイド取りに行くみたいなところも考えると、うん、やっぱ独立した方が良、かったなと意識と思ったんですよね。はい、で僕はその安定に対しての追求というか、あんまないし、そこのリスクの許容度っていうのは、まあ、めちゃくちゃ高いんです。あんまり安定求めてないし。それで、はい、逆にね、まあ、例えばですけど、子供いて、家族いて、ちょっとちゃんと年収を維持しないといけないとなったら、まあ、そっちを選ぶ方が正しいのかもしれないですし。うんうん、そういうショーンさんの性格にすごく大きく影響した何か子どもの時の出来事とか親の 教育方針とかはあったんですか？ありますね、うん、僕の両親は2人とも、両親は独立して、起業して、うん、今貿易商社をやってるんですよ、うん、はい、で子供の時から結構その不可能を、うん、ずっと覆してきたみたいな、ケースが多くて、でこれって本当に小さいことを含めてなんですよね、うん、例えば本当に小さいことって、例えば、レストランで何かを頼む時、メニューに載ってないものを頼む、例えば、これって日本でやる人って極めて少ないと思うんですよ。そもそもその発想がないかもしれない。そうですよね、はい、だからそういうのは、まあ、逆に僕が日本の教育そこまで語っていいのか知らないんですけど、うん、日本ってそういう教育としてやっぱりルールに沿うとか従うみたいなことがメインになって、うん、大衆からそれるなみたいな、うん、今は多分ちょっと変わってるかもしれないですけど、やっぱ基本はそこに概念があって、僕はまあインターナショナルスクールに通ってたのもあったり、まあ、僕の両親自身がまあすごく柔軟というか思考回路を持っていたというのもあって、常に、ルール書かれていないルールものをまあ追求したり、本当に柔軟に考えてたんで、それはでかいかもしれないですよ、うん、なるほど。結構じゃあそのビジネスとかスタートアップとか、もし起業、そういう話はもう親に気軽に相談できるような。そうですね、はい、まあ、全然全然めちゃ気軽に相談しますね、うん、確かにそれだとそういう原体験があるともっともっとチャレンジ精神になるし、やっぱり独立して何かをやってみたいっていう気持ちはすごくわかります。うん、他に何かあったんですか、子供のところ結構常識を覆すんじゃないですか、メールに乗らないで何か。そうですね、それで言うと例えば僕の、高校を、うん、はい、僕半年早く卒業してるんですよ、うん、で僕の学校ってインターナショナルバクロリエット、なんか IB っていう、うん、アメリカの AP みたいな、みたいな、そういうカリキュラムみたいな探しなんですけど、僕普通 IB って高校で、8なんですかね、枠が8個ある、8あって、高校3最後の2年間はなんか
そのうち6弦を使ってなんか6個 IB の授業をぶち込むみたいな生活なんですね。で僕が唯一その8弦全部使って IB7 個取って普通の人よりまあ1個多めに取ってかつ半年早く卒業してみたいな、なんか前代歴代いなかったことをやって、うん、で歴代唯一の今も多分僕の後も一人も早く卒業した子いないんですよ高校、うん、とかだからなんかそれも結局今までやった人もないしルールにも載ってないけどなんでできないのみたいなところから始めて、うん、ま、追求していったらまあできちゃったみたいな、うん、その時あ自分はちょっと半年早く早めて卒業したいっていう思いがあって、はい、で周りに伝えたんですか、なんかどんな感じされたんですか。そうですね、それで言うと、まあ、ちょっとアクシデントがあったんですけど、僕がスピーチコンテスト、中国語のスピーチコンテストに参加して、まあ、ちなみにこれちょっと反則じゃないですか、僕中国人なのに中国コンテストみたいなのがあるんですけどまあ、ルール的には OK だったんで、はい、まあ、大使館、領事館かの人に誘われて、はい、日本の中国領事館の人になんか誘われて、なんか一緒に出てみなよみたいな出たら、それが多分僕が高校の2年目の時になんかしたら、まあ、日本で1位取って、うん、でその後世界大会出て、日本代表で行って、それでまた入賞して、うん、特別賞かなんか取って、それで、中国政府から、うん、奨学金もらって、なんか中国政府の指定するこの教育機関であれば、全額奨学金で留学できますよみたいな、うん、それもらったんですよ。それが多分北京大学とか、なんかその、うん、清華大学とかそういうのが入ってるんですけど、で、まあ、その奨学金もらったんで、僕は使いたいなと。うん、でも僕大学はアメリカ行きたいし、はい、じゃあもう時間ないじゃんってなって、じゃあもうこれ高校から削るしかないよねって思って、で高校を、まあ、校長とかに持って行って、早く卒業したいんですけどこれできますかね。でそこから詰めて、まあ、じゃあ、卒業の要件は何かっていうと、まあ、例えばこの何単位必要とか、こういう授業を全部終わらせることが必須とか、成績云々みたいなのが出てくるんで、あ、分かったって、じゃあそれを、こなしていくことを、まあ、最後のその2年間でバーッと埋めちゃったみたいな感じです、はい、すごいですね、その高校生が校長に、そういう。校長のとこ行ってましたね、多分学年で一番校長の部屋訪問してました。良くも悪くも。また来たかっていう、問題児でもあり、うん、はい、お世話になりました。高校校長からすると最初は結構抵抗があったんですか、それとも最初からもう、あ、じゃあちょっと話そうっていう、そういう。いや、でもやっぱりインターだったんで、その特殊な事例というか特例みたいなのが、うん、多分日常茶飯事だと思うんですよ。うん、これ例えばですね、例えば、僕中学校の時卓球めっちゃやってたんですよ、うん、で中学校で卓球、中学校、まあインターでいう中学校、日本でいう小学校、ちょっと、うんうん、アメリカと日本の教育の基準で年齢で学年ちょっと違うんですけど、はい、その時僕試合とかで、合宿とか試合とかで結構そのクラスを離れたりしたり、うん、あとスピーチコンテストとか、うん、作文コンテストとか、いろんなもので僕学校離れたりしてたんですよね、うん、1週間1ヶ月単位とか でそれを多分日本の学校だとなかなかそれをめちゃくちゃ許容するのって難しいなと思って、でもインターの場合、まあ、それとも僕の学校の場合は話をすると、あ、なるほどねみたいな、この子の、成長、まあ、教育のため、発展のためにはこれの方が学業よりもまあ重要で、学業に関してはじゃあ、独学でその分をちゃんと埋めて、最終的にテストのまでにはそれができているのであればまあいいよねみたいな、うん、そういう判断をしてくれたんで、なんか特例を作るみたいなことが当たり前みたいな、うん、特例が特例じゃないみたいな、うん、なるほど。でそれは僕だけじゃなくて、僕の学年でめちゃ仲いい友達で、オリンピックで、うん、フィギュアで入賞した
村本環奈、今多分高橋大輔と一緒、彼女も全く同じ学年ですごく仲いいんですけど、同じく、大会とか合宿とかで、なんかもう学校にいない時期とか普通にあったんですけど、はい、まあ、それは僕らだけじゃないんですけど、他にもいるんですけど、はい、で、遅れが当たり前みたいな。なるほど。逆にそれって、かえってその友達を作るのが結構難しくなったりの、何か不便を感じたことはあるんですか？どうかな、まあ、でもインターなんでやっぱみんなと違うっていうのが当たり前なんですよ。で、だって考えてみたら、そもそも人種とか肌の色とか、なんかね、家のその富裕層具合っていうか、まあ、両親どんな買い持ってみたいなところから、もう何から何まで違うみたいな、レンジが広いんです。だから逆に、人それぞれの価値観が違う、ないしは共通点が少ないみたいな、当たり前なんですよ。はい。はい、ってなると、何を思って人を友達になるかって、やっぱもうハートかなみたいな、かなみたいな、そうなってくるとあんまりなんか関係ないの。うん、それは結構、まあ、今になってすごく生きてきたなと思うのが、まあ、インターでは他人と違うことが優れてるとは言わないですけど、当たり前、うん、それでいいと、はい、日本の社会ないしは社会人になってくると、どんどんやっぱその他人と違っていいのかなみたいな、うん、そういう風潮は特に日本にはあると思って、うん、でそれに対して僕はやっぱみんなと違うのは別にいいんじゃねってそもそも思ってるし、はい、まあ、そこから、まあ、特にスタートアップとか、まあ、ビジネスやってると差別化とか言うじゃないですか、うん、まあ、それは個人にとっても同じことで、やっぱり自分を、他の人と差別化することっていうのは、まあ、自分のアドバンテージになってくると思ってるんで、まあ、僕の場合そこのエントリーのハードルがだいぶ低かったかな、うん、確かに。結構ショーンさんの性格的には多分すごくアメリカの文化にフィットしてるんじゃないかなと思って、その卒業した後に日本に戻ってきたいっていう選択、そういう選択肢をした理由とかはあったんですか？あります。いくつかあるんですけど、一番でかいのは まあ、家族が日本にいたから、で、それ以外だと僕就活で日本とアメリカ両方仕事を探して、まあ、一応選択肢は残したまま選択したんですけど、当時入ったドリームインキュベーターも日本とアメリカを行き来する予定だったんですよ。はい、はい、だから、まあ、別に日本で就職すると言っても結局どうせ飛び回るだろうっていう前提だったので、うん、あんまり意識してなかったですね、その、はい、日本に帰ってきたっていう。でもやっぱ日本に家族がいたんで、まあ、そっちそれで便利だし、東京は僕はあんま住んだことなかったんで、うん、そこはちょっと住んでみたいなと思いましたね。はい、でも次はもうニューヨークですね。そうですね。でもまあぶっちゃけ今コロナで、はい、飛ぶそのアメリカ日本行き来するのはだいぶ減りましたけど、うん、はい、僕2015年卒業した後に2016年は日本を拠点に台湾アメリカ、結構飛び回って、うん、で2017年はアメリカに行って、それを拠点に、まあ、飛び回って、で2018年は日本東京とサンフランシスコ両方に家を持って飛び回って、同じく2019年も同じ生活をして、で2020年と、まあ、今年の前半のみがそのコロナでちゃんと待機みたいな、うん、なんで今後も多分どこかを拠点にしたとしても、はい、結局は飛び回る生活はあんま変わらないです、うん、確かに。いろんなところに投資して多分性格上でもそっちの方が合ってると思うので、ね、ちょっと集中力が足りないかもしれないですね。いやでも小さい頃そういういろんな国際的な経験をした後だと、それが恋しくなってくるんじゃないかなと思って、結構小さい頃もいろんな国に行ったり、そういう経験が、ああどうだろう、僕はそんなに、あでも行ってるわ、今でも行ってるんですけど、インターの子たちと比べたらその新しいところに行くっていうのは少なくて、どちらかというと日本と中国をめちゃくちゃ行き来してました、うん、はい、
中国にはまだ家族が、親戚とか全員中国いますね。毎回その中国すごく今あの注目されてるじゃないですか、世界的に、はい、結構面白いなと思って、やっぱりこの過去の20年ですごいスピードで成長して、なんだろう、その外から見る中国はどう思いますか？僕はやっぱどうだろうな、中国は、まあ、すごいですよね、規模が、うん、はい、規模が同時に政策、うん、が政治がやっぱりどの業界何をしようとしてもすごく大きく左右するんで、はい、そこの政治政策に対しての深い知見ないしは、まあ、情報もっていうのがない限りは、うん、なんか迂闊に手出せないなって思っていて、うん、はい、だからまあ全然中国も僕が個人的に事業で進出しようみたいなことを考えたことあるんですけど、投資なり実際の事業でも、まあ、ただ優先順位としては、うん、ちょっと低くなっているかなと、うん、確かに僕がそこに対するエキスパティーズ、まあ、特に政治ですよね、についての知見がちょっと足りないなと思ってるからですかね、はい、いずれはその投資先としてありかもしれないけど、今はまだあ全然、はい、はい、そうですね、まあ、来たりできるチャンスを待つというか、はい、タイミングを待ってって感じです。そうですね、ルーツがあれば、まあ、いずれはそれは来ると思いますね。そうですね、そうあってほしいですね。うん、そうですね、あとそのショーンさんが大学にいた時にちょっと結構人生について考えてた時期だと思うんですけど、うん、その時はそうですね、将来は 何をしたいとか、そういうことざっくりしたイメージとかあったんですか？あ、いや、全くなかったです、うん、はい、いや、今考えてみればその時起業していれば、うん、もし起業もできたしいろいろできたんだけど、うん、あえてその時やらなかった何か理由はあったんですか？特にそれはないんですけど、そのさっき冒頭で話した、まあ、金融の道を行ってみたみたいな、はい、すごく悩んだんですよね、うん、進路をキャリアとして、まあ、何をやっていこうかな、食っていこうかな、お金稼げるかな。で、僕の中だとその軸としては、どうやって自分を差別化していくみたいなことはすごく常に考えていて、はい、でまあ、結果それが正しいか正しくないか分かんないですよ、うん、っていうのも、じゃあ金融でじゃあゴールドマン、JP モルガン、モールスター行きました、ですごく王道な道、でもそれってもうそもそも王道って呼ばれている道じゃないですか、うん、で同じくじゃあ Google、まあ、それこそ Pinterest と Facebook とか、まあ、みんなまたそれも 今となれば王道の道になっちゃってて、うん、で僕は結構その王道に自分が入るのはなんか違うなみたいなぼんやりとした感覚はあって、みんなと同じことをしてたら、まあ、結果みんなと同じことになっちゃう。でそれはまあ、いいことも悪いこともあって、なんかライフとしては僕はもうちょっと険しいというかアップダウンがあって、予期せぬことがあった方が、まあ、僕にとっては楽しいなっていうので、その王道はあえて追求しなかったんです、うん、なるほど。ショーンさんにとってのやっぱり一番やりたいこと、ショーンさん王道じゃない方の道は VC だったんですね。そうですね、たまたまそのタイミングでそれが出てきたっていう感じで、はいはい、ちなみに僕はめっちゃ王道に行こうか迷ってたんで、思いっきりでっかい企業めっちゃ受けてました。そういう、はい、ですよね、はい、モーガスタンリーと、はい、どうでした、行ってみて。インターンは僕は、JP モルガンとモルスターでしか行ってないのかな、なんかいくつか銀行もあったんで、ちょっともはやどれか覚えてないです。JP モルガンは普通にめっちゃいい友達、今も超仲いい友達とか出会えて、かつそのインターンだったんですけど、まあ、社内っていうかその、まあ、ザ・メガバンク、
ザ・あのインベストバンクどういうもんなんだみたいなのも見れて、勉強にはなったんですけど、うん、僕の多分性格だったり性に、まあ、そんなにどこまで合っているのかって言われると、若干ハテナクエスチョンマークが出てきたぐらい、うん、でもそれを確認できたのが良かったですね。はあ、確かに結構 それ強いですね。結構あのいろん多分違和感を感じてもそれでも無視して王道の道を行くのが大勢の人たちかなと思って思い出しました。めっちゃ面白いことがあって、はい、僕インターンシップやってる時にほぼ2ヶ月ぐらいいたんですけど、あの僕の隣に座っている人が、UPenn ユニバーシティ・ペンシルベニア卒業の、トーマスかなんか名前ちょっと覚えてないんですけど、あの外人の方 で、はい、で東京のオフィスでトレーダーやってたんですよ、うん、僕彼に、まあ、すごく隣の席だったし仲良くしてくれたんで2ヶ月もあって、でなんかちょっとさ、このインターン終わって僕どうしようかなみたいな、ちょ就職今、まあ、悩んでるんですよみたいな話をしてたら、その人が言ってきたのが、てかなんでさお前バークレー出身だよねみたいな、うん、なんで銀行に行こうと思うのとか逆に言われて、えちょっと待ってんじゃん、おい銀行で当たりっとるやんみたいな。で彼はなんか、いや俺はだってもうね30とかなんか超えてるし、その、嫁もいて、やっぱこれでもう落ち着いちゃったけど、俺が今その20、まあ、新卒とかこれからキャリア決めれるなら俺は絶対テクノロジーとか起業するなとか言ってたんです、うん、であれはなんかちょっと小さな出来事だったんですけど、結果的に今でもなんか思い返すところどころ思い出すエピソードになれば、へえ、うん、もうその時のやっぱりショーンさんだからこそあるきっかけとか機会があったんですよね。その響きましたね、うん、あれはやっぱり僕に考えるきっかけを、なんか違う進路も考えた方がいいんじゃないかっていうきっかけを作ってくれた些細な言葉でした、ね、まあ、そのトーマスっていう人は、まあ、嬉しいですかね、多分すごく、ね、名前トーマスって合ってるのかなちょっと自信ないんですけど、些細な一言が、はい、あの一人の青年の人生を変えたっていう、はい、80年なんですけど、でも間違いなく本当にその通りだな。でもまあ 今となってはまだ僕ね何も達成できてないと思うし、始まったばっかだと思ってるんですけど、まあ、それでもなんかどの道行っても別に軌道修正できたな、できるなと思ってるんで、はい、なんかどの道行っても結果そんなに大したことないんだろうなと思います、うん、なるほど、そうですね、今のまさに今あの新卒の人たちがあの 聞きたい言葉かなと思って、それはやっぱりみんなその王道の道に行くか、ちょっと自分の信じたやりたい方行くかって、うん、迷っている人が多いと思うので、多分、はい、軌道修正はどうとでもなる気はしますね、うん、なるほど。ちなみにそのもしあればあのチャレンジしてちょっとうまくいかなかったこととかは、そういうエピソードはあるんですか？ あります。普通にめちゃくちゃあります。それこそ資金調達で金、はい、あの投資してくださいを断られたこともありますし、うん、投資したいで断られることも、まあ、めちゃくちゃ稀ですけど、うん、あるし、はい、あのまあ、事業をこれやってみてもうスタートする前にもう頓挫するとかもありますし、うん、本当に余裕でありますね。うんうん、そこは特にあの引きずったりそういうあんまりネガティブな感情は、いやもちろんありますけど、はい、まあ、でもね失敗したことをじゃあ例えばそのやろうって言ってずっと進めてて2ヶ月経って、うん、で一緒にやろうって言ってた人がもうやりたくないってなったらどうするって、別にその人はその人の人生もあるし、うん、でそこに代理が見つかるかどうかなんてまあ結局縁でしかない、うん、で考えても仕方ないことは考えないようにしてますね、うん、はい、大事なのは進めることですね、前に、はい、であとはもちろんその毎回の失敗から何かしらの学びを得ようとする試みはしてますけど、うん、実際にじゃあ次失敗してないのかって言われたら
なるべく失敗しないように頑張るしかない。うん、はい。確かに。じゃあこれからションさんがちょっとチャレンジ していきたいこととか、例えば10年後の自分は何をしているとか、そういうビジョンはあるんですか？わかんないですね。それで言うと僕もやっぱり常に今でも悩んでるんで、もっとどうこうしたいってやっぱりいろんな周りの、僕の視座を高めてくれるような人と話すたんびに、まあ、やる気がさらに上がったり、で成果が出たらもっと自分できるじゃんと思いつつも、まあ、じゃあさっき言った失敗みたいなのがちょっと入ってくるともうガタガタみたいな状態です、はい、それが楽しいんですよね、まあ、やっぱり楽しく、エキサイティングなことは引き続きいろんな人を巻き込んでやっていきたいなとは思っています、うん、はい、ではそろそろお時間になりましたので、本日のユニークキャリアランジを終了したいと思います。本日のゲストはションさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。